こんにちは、シュウです。今回はボスと戦ってこうかなと思います。おそらくラスボスだと思う。で、ここまで来るのめっちゃ大変だった。今から全体マップ見せるんですけど、ちょっとね、すごい広いんだよ。ネタバレになるかもしれないんで、ちょっとやだよっていう人ここで動画切ってください。すごい広いんだよね。で、そのマップの行く道行く道に敵がいるんですよ。で、その敵もね、全員倒したと思う。ちょっと全体マップ見ます。いや、こんな感じでめっちゃ広いんだよね。私今一番上ね、マルスのアイコンあると思うんだけど、で、これね、敵がもしかしたらまだ残ってるかもしれないんだけど、このマップじゃ見れないんだよね。残ってたとしたら多分全員倒したと思う。 OK、 やってきます。ボス、いや、多分マスターハンドからのあるだろうね。こっからからのなんかあると思う。いや、めっちゃ楽しいね、スマブラ。これ今までと同じかな。ライフ150で先にゼロにした方勝ちなのかな。私これ終わったらガチ部屋やってこうかな。あ、そうそう、見てこれ、初期装備初期装備でこれつけれんだよね。そう、これ今回なんか自分のね、好きななんかね、今までと違って、例えば毒のステージとかあるんですよ。で、いやー、毒のステージとかあるんですよ。で、お、なんだこれ。で、毒耐性みたいな、毒食らいませんよみたいなアイテムとかつけるんだよね。いや、変な声出したから喉痛い。やばい、なくそ、多分これ第2段階とかあるだろうね。さすがにこれで終わりな気がしない。いや、なんかクレイジーハンドってあるよね。やばいやばい、落ち着きます。これバーディア、ほい、うまい、うますぎ。あ、私ね、プレイあんまりうまくないんで。うわ、なんだそれ、ガード無効すんのか。避けます。ふっ、うまい、オッケー。多分まだあると思う。あ、ちなみに私レベル普通ね。いや、そこ本当申し訳ない。私のうまさ的なレベルがちょっと足りなくて、レベルが弱い、普通、強いあるのかな。で、普通なんだよ。で、もしかしたら強いでクリアするとまた違った行動起きるかもしれないんだけど、いや、そこちょっと本当申し訳ねえな。で、こっからが多分本番だと思う。この、すごいね、これ。どうなってんだろう。いきます。キーラだって。やば。え、どんなんなんだろう。いや、めっちゃ楽しみ。いや、でも言ってもレベル普通だからね、そんな強くないと思う。すごっ。ていうか、こいつらに全員なんか石化みたいのやられたんだよね。なんか最初のムービーみたいの。どうやって戦うんだよこれ。お、この太陽みたいの。あ、すげえ、ダメージ通る。なんだ、やばい、これあれだ、十字に来るやつだな。はいはい、理解の速さね、理解の速さ、うまい。あ、初見だからね、みんな。いや、これ1回じゃ多分勝てないね。私1回逃げます。なんか怖い。いや、あー、いい、なんか、あー、痛い。あ、オッケー、多分勝てないね。でも私は全力でいきます。はいはい、これで終わりなのかな。なんか第2形態とか、やばい、これ右行った方がいい。オッケーオッケー、すごい、なんか全然、お、なんか第2形態っぽくないですか。お、金玉、お、普通にダメージ取る。あ、これ今チャンス、チャンスじゃない。オッケーと、いや、今もうちょいやっとけばよかった。多分チャンスだったんだろうね。あ、これダメージ取ってないよね。うわ、なんか出てきそう。え、なんでこれ、うわ、な、冷凍食品みたいに出てきた。うわ、なんだ貴様たち。うわ、ダメージでかっ。うわ、冷凍食品爆発した。落ち着け、一回で勝ちます、一回で勝ちます。お、金玉2つになった。いやー、なるほど。いや、よくわかんないけど、何がなるほどなんだ。やばい、いい。そう、行動パターン覚えるのってすごい大事だと思うんですよ、私。これ負けた時の言い訳じゃないよ。行動パターン覚えるの大事だと思う。あ、これあれだね。ここ、ここアンチ。やばい。やばい、くそ。いや、絶対勝ちたい。え、いや、待って、もう何も喋れない。無言になってきた。シュー無言。やばい、これ左行きます。 OK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 。 これ分かりやすいね、今の。いや、ここ OK。で、まだ来るな。いや、来ねえか。いや、相手も残りわずかなんだけどな、HP。くわ！いや、これあれだ、あれ来るやつだ。ちょっと一回避けます。あ、あ、あ、下手、いや、下手くそってやれる。くそ。いや、でもいけんじゃない？いや、初見ノーコある。いや、これなんだっけ？よっ、お、お、やばい！くっ、いや、わあ！
お、まだ生きてる。でもそんな大ダメがない。え、これどこアンチ。いや、アンチっぽかったね、今アンチっぽかった。来てる。いや、やばい。くっそ、今当てれなかったのでかすぎ。いい。お、来た。第3形態じゃん。あ、金玉。いや、激アツ金玉ファンタスティック。あと1回。よし。いや、弱くない。いや、まあギリギリだったけどさ、初見で勝てる。いや、でもこれ普通っていうのもあんのかな。なんか上手い人のね、人なら普通に強いでもやってんのかもしれないけど。え、終わり。 FPE で乱闘で負けると勝った時よりこれちょっと早い。なんかソシャゲみたいだよね、こういうちょっとアドバイス出てくんの。おっ、ちょっと無言タイムあります。これ何なんだろうね、マスターハンドの親分なのかな。なんか今までゲームキューブとかだとマスターハンドが一番上だ。お、一番上だったじゃないですか。なんかこれ架空の世界なのかな。なんか空があれでソウルソサイティじゃなくてアイゼンいたとこなんだっけ、わかる。えっ、でもこれさ、メイン光の決心キーラを破ったことで抑えられていた闇が暴走した。なんかキーラいいやつだった説みたいに出てんじゃん。ちょっと下に文章出てきたら読みます。うわ、これ裏ボスじゃない？今のが多分表ボスなんだよきっと。また立てこまにこの世界の一部は漆黒に。え、まだ続くの？ファイターとスピリッツを配下にこの世界の掌握を狙う者、混沌の闇と決心、その名はダーズ。裏ボスだ。私今メインストーリークリアした感じか。うわ、いや、ここメインストーリークリアするだけでだいぶ大変だったんだよ。え、これどうなんだろう、また同じぐらい広いのかな。いや、すごいね、やり込み要素しかない。普通これストーリーじゃなくてスマブラって割と対戦メインじゃないですか。うわなるほど、まだまだ続くんだ。うわ、ここ同じぐらいの広さなのかな。はい、ということで、お、これ戻れないのかな、あの今までいた世界に。なんか戻れないっぽいね。あ、下行けば戻れるっぽい。なるほど。なんかキーラーいいやつだった説あるね。あいついたおかげでこの世界は保たれてたみたいな。一回こっち側行ってみる。あ、これソニックのキャラだよね。で、右上にこの4200って書いてるじゃないですか。これがレベル、私だと前編成ってところの14022があるんですよ。なんで格下だね、多分簡単に勝てると思う。これが11000とかだとめちゃめちゃ強い。よし、終わるか。ここだけやろう。あ、私ちなみに全然上手くないからねなんかプレイこうしろっていうのはやめてんだよみんな。 OK。 いや、でこれが超速い、この右スマ、これが超速いんだよね、このマルスの。これすごい強くて私使ってる。やべえやばい、下手なのバレる。早く終わりたい動画。うわっ、あ、これ無限に溜まれんだよ、これ知ってます？これもなんかあのドラクエのあのスキルポイントみたいな感じでスキル振るとこれ無限に溜めれんだよね。だから来たとこを狙える。まあ当たんないんだけど OK、 いいよ。ふっ、いやー、当たんねえか。なんかわかんないけど勝った。はい、ということで、じゃあ終わろうかな。次回多分裏ボスやります。いや、これまだまだ続くんじゃないかな。いや、そうだね、同じぐらいの量がある気がする、この今までやってたステージと。はい、ということで、バイバイ。